草不倫というのはドイツ語ですが、日本語で訳しましたら草地の角という意味になります。見ていただくと牧草地、草地から三角の角が飛び出しているのがね、お分かりいただけると思います。はい、そのようなことでね、草地の角、牧草地の角というふうにね言われているところです。はい、それではですね、今見ていただいております、この左側が東壁、壁の高さは1000メートルです。向かって右側、北壁、壁の高さは1200メートル。そして山頂4478メートル。マッターホルンを今正面にご覧いただいております。そして左の東壁と右の北壁、これを分けるように間に立体的な稜線があります。これがマッターホルンの人類初登頂ルート、合わせて現在のスタンダードな登頂ルートというふうに言われております。マッターホルン稜線ね、この正面から見て 1,2,3 裏に1個 4本あります。合わせて壁が4つね。はい、どのルートでもいいんですが、一番簡単なのは今皆さん正面に見ている左と右の真ん中の線ね、これが基本ルート。こちらの方は日帰り登山というふうになります。日帰りといえばね、まあ、いい日のようにね、皆様あらじゃあ私でも行けるかしらと言われておりますが、そうじゃございません。選ばれし人のための日帰り登山でございます。日帰りにする理由があるんですね。やはりこの稜線を登っていく、パッと見た限りどこかに泊まれるところありそうですか？ないですよね。ということで場所がないので、嫌が応でも日帰りで行かなきゃいけないというね、ところなんです。毎年ね、この正面の稜線、ヘルンリ稜線、3500人の方が登りますが、山頂に立てる成功者はわずか 35%。35% のほとんどがガイド付き登山です。失敗が 65%、 ほとんどがガイドなし、単独走行などという結果です。1週間ほど前も日本の男性の方67歳単独走行で亡くなっております。1年に大体2人3人ほどこれで亡くなるんですが、ここ3年4年、その中には必ず毎年日本人の方がいるそうです。全部ガイドもつけないね。はい、そういう登山ですで来ております。そのようなことでね、山は命をかけるスポーツですからね、ガイドライト散らんようにということでね、ご注意ください。はい、ね、あちらこの辺りからだと、このね、今私が指している正面の辺り、草地の上の辺りに建物が見えとると思います。そこからちょっと茶色いね、岩山を登っていく。茶色い岩山登った後、灰色の小山があります。その灰色の小山にヘルンリヒュッテという山小屋があるんですね。登る前の日は各自そこへ集合です。まあ、そこまで下からずっと登っていく人もいれば、この草地の建物があるところまで乗り物で行って、そこから2時間10分ハイキングをして、山小屋行ってという方もいらっしゃいます。まあ、ハイキング言いましたけどね、シュバルツであの辺りでだいたい 2800m、3260m まで登るのはこの国ハイキング中です。一応この村のハイキングパンフレットにもちゃんとそこのルート書いてあるんですね。ただし上級コース、最後は岩山のよじ登って、どこがハイキングだろうといつも悩むんですけどもね。はい、そういうことで灰色の小山へ行きます。そして登る日がもう今の時期ぐらいだと朝の4時半に出発するんです。そして山頂までは6時間ほど、マックス6時間半、これじゃないともう降りてこれないんですね。だから上がっていきながら途中のところでまた時間が、決められていて、決められた時間以内に通過していなければ強制下山というね、過酷な山でございます。その後ね、ご覧いただいておりますのがマッターホルンでございます。ちょっと今日はね、朝からマッターホルン、今も疲れとるね、日の明ける前の薄暗いさなかから日が暮れた後まで、世界中の方々に見つめられとる。ちょっとね、今日はストライキを起こしておりますけれどもね、まあまあちょっと風が吹けば雲の方も見えてくるかなというところ。山頂が4478メートルです。そして今この辺りが一番きれいに見えるというふうに見られておりますが、マッターホルン見ていただいて、真ん中から左、左が東壁、向かって右側が北壁、北壁。スイス側から見ていただくと、この2つの壁を見ていただけます。そしてね、今ちょうど方角が変わりまして、正面の方、高い山並みのあたり、4000メートル超える山がございます。まず正面向かって左側、奥のところに台形を潰したお山、左側がちょっと飛び上がっている山があります。あちらはオベルガベルホルン、4063メートル、地図になっております。そしてちょうどこのあたりからね、左前のあたりかな、剣岳のようにね、シュッと黒い三角のお山があります。チナルロートホルン、4241メートルです。ちょうどね、正面手前の山の後ろ、ちょっと山頂今雲で隠れとるあたりね、あちらの方はバイスホルンと申します。実はこれマッターホルンよりも標高が高い4505メートルという風になっております。で、今日はね、気温が高い割には実はね、遠くの山が見えています。皆さんベルン地方のお山行ってこられたんじゃないでしょうかね。はい、今この向こう側、私が手を指している枠ね、手前の山 V になっている一番奥、富士山みたいな単体の山があるところね、あの辺り一帯がビューナオーバーラント山群、皆様が見てまいりました。実はユングフラウ、今ちょっとだけかすかに見えております。どれがまず、富士山のようなとんがった山ね、あれはビエッチェホルンというふうに申しておりまして、3940メートル、そしてビエッチェホルン、富士山みたいな山から目線を右へずっとしてください。右の端です。右の端、手前の山の斜面のすぐ真後ろ、頭がちょっとうっすらと白くなってるやつね、あれがユングフラウの山なんです。はい、向こうのね、富士山みたいな高い山ね、一番右ですね、右の方には台形を潰したような山がある。その一番右端、かすかになんとなく山頂が白く見えとるやつね、手前の山の斜面の真後ろ、あちらの方がユングフラウね。はい、そのようなお山というふうになっているところでございます。はい、4300メートル超える山ね、ちらっと。そういたしまして、今度は今正面です。また山が変わってきております。まず正面、右の方の高台、真っ黒い三角のお山、お分かりいただきました。あちらの方がマッターホルンを小さくしたという意味のクラインマッターホルンと申します。クラインというのはドイツ語で小さいという意味です。小さい言うても日本の富士山よりは標高が高いんですよ。皆さん、日本の皆様、富士山の標高知ってますよね。って皆さん笑ってるごまかしております。毎日のことでございます。富士山の高さ覚えててください。3776メートル。富士山のように見習おうというふうにね、覚えてください。それより高いのが高台の三角マクロクロスですね。クラインマッターホルン3883メートルです。午後ね、皆さん自由行動と聞いております。まあ、これ以上雲が出ずにね、山が見えているようであれば、村からね、ツェルマットの駅前から20分25分ほど歩いていただきましたら乗り場があります。往復券で110フラン、まずは8人乗りのゴンドラにね35分乗って、最後ね、ロープウェイに途中に乗っていただくと、あの三角の山頂ことができます。ただね、行かれる方気をつけてすいません。はい、行かれる方ね、最終のロープウェイは4時が終了です。だから昼食が終わったらすぐ行かないとね、過酷な氷河の上を歩いての高いところからの下山が待っておりますのでね。そしてちょっとね、こちらの方が変わってまいりますけれども、いろんなターブルの大地この辺りからは冬しか見えてないんですが、ちょっと横幅の広い雪が多い山があります。4164メートル、4164メートルのブライトホルンと申します。で、今ね、そのブライトホルンの下の方になんだかね、トンネルかなんかわけのわからんの見えておりますね。あれ登山鉄道のスノーシェルターなんです。ツェルマットの方からね片道30分往復で114フラン、そうすると登山鉄道を乗りながら 3089m、 左手の山の上尾根のところにある建物分かりますか、はい、あちらゴルナーグラードへ行く。はい、もう一度